はいどうもみなさん、こんにちは。ハッピーマンディーということで、ゆうきでございます。えー、今日も京都で、いやいや、今週も今週とてえー、ビットコイン、イーサリアム、リップルと、サムエから、チャート分析していきますので、ぜひ最後まで気軽にお付き合いいただけたらな、というところではございますが、本日がですね、11月の21日の月曜日、週明け、週明け、大事なことやから2回言ったよ。えー、時間がですね、午前10時35分というところで、今日の動画を撮影しております。今日も皆さんに元気と、勇気を余すことなく、 いやいや、今週の皆さんの元気と勇気 いや、もう僕は受、OK、け持ちましょう。ええー、お届けしてまいりますよ。パワーということで僕のチャンネルでは皆さんのチャート分析に役立ち情報を日々日々配信しております、ね。今日の動画を見て、参考になったら、ためになったら、面白かったら、なんて思っていただいて、そこの画面の目のたたんだったええー、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、高評価ボタン、あとはベルマーク通知をオンにして、チャンネルそして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします、ね。ということで、ええー、早速ね、今週も始めていこうかなというふうに思いますが、えー、もうまも、もなくなので、もうこの、えー、告知一点に絞りたいなと思いますが、えー、12月1日、私のね、誕生日ございまして、えー 誕生日記念。 うん、生誕祭ライブ配信ですね。えー、行います。はい、12月1日の22時。えー、ぜひ皆さん遊びに来てください。大体2時間ぐらいやろうかなと思ってます。ま、あいつも、去年もそうやったんですけど、10時から24時までの間ね、22時から24時までだい2時間、えー、ライブ配信を行いますので、その日は私、唯一1年間で唯一、えー、その日だけ主役になれる日ということでですね、えー、盛大にお祝いに来ていただけたらなとは思います。ぜひ皆さん遊びに来てください。その時にね、あの、僕のおすすめしている仮想通貨の時のバイビットの ええと、大きなキャンペーン。まあ、ちょっとこんな時期なんでね、タイミングがちょっと若干悪いっちゃ悪いけど、ええー、キャンペーン、えー、いただいてま、まえー、いただいてますので、いただいてしまっていると言ってもおかしいんですが、けど、えーと、誕生日用のキャンペーン用意してますので、そちらも楽しみにしといてください。ただ今回ですね、本当にもう誕生日用に特別に用意してもらったキャンペーンになりますので、動画の概要欄の一番上のね、URL から講座解説している方のみの、えー、ボーナスキャンペーンとなりますので、そちらはご理解、ご了承お願いしますよということで、えー、早速ですね、やっていこうかなと思います。えー、ようやくね、えー、鏡 見た時にねあのあ金髪の自分にも若干見慣れてきた、えー、今日この頃でございますが、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、えー、ビットコインから見ていきましょうんうんとねまあ最近でもほんまにこれはまあパターンというかまああの間り的な感じを覚えてたらいいと思うけどまあ日曜日から月曜日に、えー、移っていく時まあ要は今日の明け方ですよね、えー、5時とかえっ、ー、と深夜 関連ね。が、結構下げてくることが多いので、まあ、このあたりはちょっとね、注目はしておいた方がいいんじゃないかなっていうポイントなんですが、ま、あそれにね、えー、漏れなく、えー、本日もですね、がっつり下がってきておるんですけれども、ま、あいろんなニュースとかも出てます。まあ、それに関してはね、あのー、僕のね、仲良くさせていただいております、ジョーさんの、あのね、あの、ジョーブログのジョーさんちゃうね。はい、仮想通貨、えぇ、ー、米株とかね、米国株とかのね、えー、ジョーさんの、えー、動画を見てもらったら、ニュースは分かってもらえるかなと思うので、そちらご覧ください。はい。 まあ、そんなところで下がってきたんですが、まあ今、えー、実際ね、えー、直近のチャートを見ていって、まあ皆さんに僕の見ている部分っていうところをね、お伝えしていきたいなというふうに思います。はい。で、今ビットコインの4時間足出してますけれども、まあガッツリ落ちてきてます。で、見え方によっては、まあダブルトップ割れっていう感じにも見えるし、えー、今,今のね、えー、ちょうど動いてる4時間足。 えー、13時書かな確定する、えー、4時間足の足がもしこのまま陰線確定するんであればまあ三角持ち合いの影も割ってくるということでちょっと厳しい状況にはなるんじゃなかろうかというところでございますはいただ直近ねこの三角持ち合い、えー、1個前ねこの白の三角持ち合い見えると思うんですけどよいしょその三角持ち合いのこの上限ねこれが上限これ影の白の三角の持ち合いねはいこれまあ抜けた後の今動きになってるんですが えー、その後ですね。まあ、もうちょっとしたら、その上限の裏タッチっていうところも入ってくるんで、まあ、そこはちょっと注目かなと思うんですが、まあ、細かいとこ見ていきたいので、一旦1時間足に落としますよ。で、ま、あ一応僕の、えっ、ー、と、持論的にですね、常に最低でも3つのチャートパターンは自分の中にもっときよしいっていうのをずっと言ってきました。まあ何、あなんでかっていうと、目線を固定すると、損切りできなくなってしまって、ね、大きな損を超えてしまうと。まあ、俗入ね、えー、コツコツ土管的なことをやってしまうので、まあ、基本的には、あの、自分の目線を3つ持っておいて、それが否定されたたり、 ししっかりりと損切りしていくんだよっていう教えですね <laughs> その偉そうな持ちゃうけど <laughs>。はいなんですがまあ一応ですねまず上へのパターンって考えるとやっぱりねまず今直近えー、と横から説明した方が早いねんけど僕の中ではね横になるパターンとしてはよいしょこの高値の切り下げライン。 青ね。青の高値の切り下げラインと、今直近ね3点目。今ね、この下いけ出てるんで、3点目なんですけど、1、2、3点。3点の水平が効いている16,150ぐらいかな約ね。このあたり。このあたり,、えー、りの水平線。で、前、えー、はディセンディングトライアングルっていう、まあ、三角持ち合いの、まあ、ちょっと派生した形ね。ディセトラって言われるやつ。ディセトラの形がまず横横パターンかなと思ってます。まあ、先細っていって、で、基本的には下に抜けやすいとは言われてます。ただ最近の、えー、チャートパターンを、えー、加味するのであれば、えー ディセンディングトライアングルは否定する形の方が多くてで、否定して一旦楽観に振った後に下落してくるというパターンが多いので、まあ、ここまで、えー、としっかりとねあの知識、知識的にというか、まあ、こういうこと最近よくあるよねぐらいでいいから、えー、覚えとくのはいいかなと思いますが、まあ、こんな感じがまず横のパターン、はい。で、逆に言うと、じゃあこれを否定したら上っていうパターンが見えてくるので、まずは1つ目は えー、この青の高値の切り下げラインを上抜けてからが、まあ一つ勝負かなと思います。ただこれに関しても短期的。僕の中では18,500を上抜けない限りは、えっ、ー、と、大きな上っていうのはないと思ってるので、うん、あの、やれないと思ってるので、まあ18,500抜けてからが、まあ、 上に上がるとしたら本格的な勝負にはなってくるのかなっていうところ。なので、まあ今のところは基本的に上は短期的な、えー、勝負になってくると。短期的なポジションになってくると。で、これはなんでかっていうと、さっきも言った通り、一旦、このね、下への指標とかを、えー、作っといて、要はみんなを悲観にしといて、悲観にしといて、あ、落ちそうだな、落ちそうだなって思わせといて、一回上に振ります。で、いやいや、否定したから上やんっていう、こ次落下に振った後に下落させてくるっていう、まあちょっと最近小悪な感じの、えー、ビットコインじゃんになってるので、まあこのあたりを想定 しししててととととロングに関してはしっかりななないいいけで、えー、このね、まず上のパターンとしては、この青の、えー、トレンドラインの上抜けっていうところが一つのきっかけになってくると。で、もう一個が、直近ね、ちょっと強そうなのがね、やっぱ1万7000、1万7000ドルっていうところが、結構1時間して見ても意識されているところが多い。まあ、ヒゲゾーンになってたりとかね、ヒゲゾーンになってたりするから、 うん。これはま、だいぶね、あのとね、たぶん順7枚ぐらいのね、あのー、AT ですね。はい。ヒゲゾーンがあるので、あ、チャンスゾーンかなうん。AT のチャンスゾーンみたいな感じになってるから、まあ、このヒゲゾーンに関しては、やっぱりこの、えー、17000っていうところを上抜けるのもまた一つ、えー、大事にはなってくるかなと思います。なので、まあ、一つシナリオを作るとするのであれば、えー、このトレンドラインの上抜けからブレイク狙っていって、で、えー、一旦17000までのタ短期を取っていくと。で、えー、ここから落ちてきた場合は、えー、このね、3、えー、 セトラの裏タッチとかを、えー、拾っていくような形で、えー、シナリオを組んでおいて本局入れるような形にシナリオを組んでおいてで、えー、どっちみち1万7000までのターゲットを組んでいくとでそっからは1万7000ドルでこういう感じでねダブルトップとか組まれるのも嫌やからある程度利確も挟まなあかんしもしそのまま上,上抜けてくれるんであれば次はこのね赤のトレンドライン。 この裏がやっぱり効いてくる可能性があるので、もう本当にね、ちょっとレジスタンスラインが多いから、えー、ロングに関してはちょっと手間かかるかも。うん、部分的に理覚を挟まざるを得ないという感じね。はい、なので、まあ、このあたりはちょっとシナリオに組,組,組み込んでおいてくださいね。はい、このあたりもちょっと意識されているので、はい、何点も効いてる、えー、赤のトレンドラインになりますから、この裏たちを見ていくと。まあ、なんで17,800とかね。はい。 で、次の水平線に行くと17,500。で、18,000、18,500っていう感じで、まあ本当に部分的に理科を挟みながら、もう要は石橋を叩いて叩いて、叩き、叩き割っちゃうんだぞっていうぐらいの感じの気持ち、心持ちでね、うん、心持ちを持った上でね、うん、心持ちをお,お持ちいただきながらね、うん、あの上を目指していってもらうっていう感じが、まあ基本的には上へのシナリオかなというふうに思います。はい。 で、えー、今度はね、じゃあ、えー、下へのパターン。まあ、横はディセトラって言ったね。で、上に関しては、えー、そのディセトラを否定する形から、17000っていう、えー、抵抗体を上抜けてからが上への本格的な、えー、まあ、値幅を考えていくって感じかな。うん。まあ、それに関してもやっぱ300ドル幅,が幅から500ドル幅ぐらいでレジスタンスラインがに到達するので、そこに関しては、ええー、をするっていう心持ちを、えー、お持ちいただきながらの、えー、 旅、旅路になるかなと思いますが、このあたりはしっかりと注意しておくと、上ね。はい。で、下に関しては、そのディセトラを肯定したパターンね。あ要は1万、えー、6000ですよ。1万6000を割ってくると、えー、本格的にちょっと下へのパターンっていうのが、えー、大きく見えてくる。で、死、え、体、ー、のパターンとしては、直近のやすがね、最後2点しかないので、もうここだけですね、見ていくのは。えー、1万5700。 800から15,770っていうところなんで、はい。まあ、1万、約15,800。で、次が15,500くらいかな。うん、430なんで、ま、あ約400か。15,400。このあたりを、えー、サポートラインとして見ていくっていう形になるので、えー、ショートを持つ方は、このあたりを、えー、ちょっとずつ部分理確的、えー、をしていくのもありかなっていうところ。ただ、えー、この15,400終わってくると、ついぞですね。はい。あのー、 ショーターの方たち、もしくは暴落説を、えー、待ち望んでいた方たちにとっては、まあ、吉報ですよね。が訪れるという感じですね。えー、これ今、日足まで、えー、上位足に上げてきましたが、よいしょ。これね。はい。こんなところでございますよ。まずは、この青いゾーンね。よいしょ。 このチャンネル割れぐらいから怖いのが、えー、青ってうよりね、僕の中でもこの紫が大事かな。これ青消しとここれはまあもう一個前の高値なんですけど、よいしょ。この紫が直近の高値になるんで、まあここかなと思います。えー、1万2500。はい。ここでちょうど多分ね、時間、横軸的にも、この安値の切り下げライン、この赤のトレンドラインね。 冷やしレベルで見た時のこの安での切り下げライン。3点効いてるトレンドラインね。このあたりのタッチっていうところも含まれてくるから、12,500が見えてきてしまうと。15,400。我からの12,500。これはもうパーリーピーポーやね。あ <laughs> もうパーリーピーポー。ーやと思うわ。まあこのあたりはちょっとここまでの下落っていうのは想定しておかないといけないなというふうに見えてきましたので、まあこのあたりは先にお伝えしておこうかなと思います。うん。で、その後がもうね、1万ドルです。はい。 ちょうどね、1万ドルぐらいで、まあ、冷やしで見れるかなと思うんですが、このあたりね、ここがね、若干、まあ、えっ、ー、と、ゾーン的な感じやけど、レジサポ転換してるような形に見えるので、1万ドルね、1万ドルで抵抗されて、今度は1万ドルをサポートに6万ドルまで上がっていってますから、この1万ドルっていうところはやっぱりね、あの、無視はできないかなと思います。で、なおかつ、まあ、見え方によっては、冷やしレベルで、まあ、えっ、ー、とね、2000、 20年ぐらいかな ?2020 年ぐらい。あの、マイクのスポンジの匂い嗅いなんちゃうで。うん。あの、チャート、あの、ちょっと、そんな目良くないから。あの、チャートうじっくり見てんけど。はい。あのー、ここね。ここが逆三存的な形から、をきっかけに、この上昇に、えー、転換してるんですよね。で、その逆三存のネックラインと言ってもいいと思う。1万ドルがね。なので、ま、あここを、えー、注目していくと。なので、ま、あ1万、えー、5千、えー、割ってくることによって、1万2500からの1万ドル。 っていう形の、えー、下落まで想定しないといけない、えー、状況になってきましたので、そこに関してはしっかりと冷静に把握しておくと。はい。なので、まあ、えー、基本的にはもう最近で多分ね、ビットコイン建てで、えー、トレードしてる方いらっしゃらないと思うんですが、まあこういう時はね、もうあくまで USDT 立て、えー、もしくは USADC 立てね。 はい。ステーブルコイン立てで、ええー、とー、まあ、利益を積んでいく方がいいかなと思います。要は、ビットコインの枚数増やすゲームなやな、んやけど、下落トレンド中にビットコインの枚数を、ええー、と、トレードの利益として積んでいってしまっても、そこまでなんか得しない感じがしちゃうね。 あのー、価格は下がってるやん。で、枚数は増えていくけど、結果的にあれトントンじゃねみたいな感じの気持ちになっちゃうから、やったら、まあ US、USDT、USDC、このあたりで、えー、トレードしていって、えー、それで利益を積んでいくと。で、それとも、利益が出た USDC もしくは USDT でビットコインを買う、みたいな感じの方が、自分的に多分ね、あのー、心が持っていきやすいかなと思います。で、しかも自由度もあるやん買うか買えへんかって、また2択で自分で選べるやん。 けど、まあ、USD、えっ、ー、と、BTC だてでやっちゃうと、ビットコインは増えていくねんけど、まあ、売るタイミングも難しいやん。ここから下がっていくって想定するのであれば。じゃあもうガチ法しかなくなる。塩漬けしかなくなるって考えられたら、まだそっちの方が、まあ、自由度もあるし、えー、自分で選択できるし。で、えー、まあ、ある程度、まあ、USDT はちょっと最近ね、怪す、あ安いって言われてるけど、うん、あの、USDC でもいいしね。うん、その、えー、ステーブルコインも分、分散よ。これはまあ、もうみんな学んだやん。FTX のおかげでね。 まだ分散せなあかんでっていうのはまだない今度はもしか USDT がね、ぶっ壊すって言ってぶっ壊れるかもしらへん、えー。そしたら、その時に何を持ってたらいいんですかじゃあ USDC、えー、もしくは、えー、BUSD、えー。このあたりを、えー、分散して持っとくことによって何かが起こった時にあの耐え忍べる。というか、まあ、あのー、損失を最小限に抑えるということができるから、まあこのあたりはぜひですね、えー、参考にしながら、えー、皆さんのトレードライフにお役立ていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。まあそんなところ。では続きましてがイーサリアム。 えー、イーサリアムに関してはね、もうね、僕の動画を見てくれてる人、僕のこのね、あの、チャート分析のマインド、うーん、俺流のマインド、マインドをもう継承してくれてる方やったら、もう多分ね、短期めちゃくちゃイージーにトレードできたんちゃうかなと思ってる。これに関しては。ま、あその、だから復習的なところを、えー、まずね、皆さんにお伝えしていこうかなと思うんですけど、まあ、要は、自慢的な <laughs> こういうライン引いてたら、あ、このところが効いてきてて、あ、このところでレれてきたんで、うわッフォー、嬉しいっていう風な感じの、えー、自慢をしていきたいなと思うんですけど、はい。まずね、あのー、ま、あ、ラインの引き方とかはもうずーっと見てくれてきてる方で、なおかつね、その、くれくれくん、だからもうただ単にコピートレ的な形で、えー、動画を見てる人以外、ちゃんとこう、チャート分析を勉強するという意味合いで見てくれてる方やったら、ま、あ、引けてたであろう、このトレンドラインね。よいしょ、1時間しだね、これ。 このトレンドライン。ね。ほんで、この3点見聞いてくれやで、えー、直近の水平線。ね。ここ絶対聞いてるやん。1225。こんなんもう誰でも見つけれるな。もう見つけれるやろ。ね。そしたら、ここの交わるポイント。2本の絵揃ってます。はい。えー、ここでショート打ちます。はい,い。余裕で取れましたね。はい。で、もしここで取れなかった場合やとしても、直近ね、えー、1時間して見てもらったら、安、え、値、ー、で抵抗、あの、サポートラインとして、えー、 機能していた、えー、ラインが、えー、1180?1180 11ぐらい。この辺も、もうすぐ水平線見つけれるよね。みんなやったらね。3点聞いてるから、ここ聞いてるやんって見つけれるやん。じゃあ、ここ終わった後、あい見てください。裏タッチングローペスの戻り売り。あ、はいできました。以上です。ね。簡単でしたね。はい。イージー。もう答えはチャートの中にすべて眠っているから。はい。それはですね、もう常に、常々言ってるねんやけど、これに関しては、もう、なんて言ったらいいんかな。あのー、コピトレし、視線というか、そのなんか、 答え求めてる系男子。<laughs> 答え求めてる系女子。うん。このあたりにはもう無理よ。 やっぱりなんでじゃあこうやってラインを弾けるようになったのか、まあ例えばやけどね、最近頑張ってこう、間違ってながらもこうね、自分でこうアップデートしていきながら、えー、ツイートでね、あのー、アウトプットしてるチーズちゃんやったりとか、ね、チャタンやっ,たやったりとか、みんながこうやって自分なりにこうチャート分析をするようになってるかって言ったら、やっぱり僕がずっと常々言ってる動画やったりとか、ツイッターの情報は全部、あのー、皆さんの、えっ、ー、と、お薬と一緒なのよ。用法用量を守って正しく使わないと意味がないと。で、それをまあ勉強してる目線で見てたら、 まあみんなの身についていってるはずやから、それが結局自分の、ね、骨となり肉,の肉となり血となりね、巡っていくわけですよ。そうすることによって結局、えっ、ー、と、まあ、例えばやけど僕はね、今回たまたま土日動画出せなかった。で、じゃあトレードしないじゃなくて、自分なりでチャート分析をした上で、それを根拠にトレードしていくっていうところまでたどり着けたそこのあなた。素晴らしい。うん、パワー。 うん、<laughs> ですよ。はい、ということで、えー、まあこんなところはね、あの、めちゃくちゃもうイージーなんですけど、まあ基礎中の基礎ですよ、だから。うん、あの、僕は基本的に、あの、チャート分析の入り口やと思ってるから、僕のチャ、チャンネルであったり動画っていうのは、はい。もうこの入り口が分かってさえすれば、こっから先は、例えば、フィボナッチ使っていくとかね、ちょっと応用編っていうのは、あの、足を踏み込むかどうかは皆さん次第よ。 ただ、まあ、これ、いろんな経緯をずーっとこう、辿ってきた上で、結果的にライントレードに収まるっていう方たちがおったりするから、やっぱり、基礎が基礎で最強やったりもするね。 これはもう人それぞれ、もう合う合わないがあったりとか、ね、見え方見え、見える見えないっていうのがあったりするから、こっちの方が見やすいな。例えばやけど、フィボナッチリトレースメントでね、あの水平でこうやってピーピーピ,ーピ,ーピーって線が出てきて0.3人とか、こっちの方が見、見やすいなーっていう人もおれば、もうこんなぐるん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 してる、なんかフィボナッチ、なんか、どととん、なんか丸みたいな感じのやつが、サークルみたいなやつが見やすいっていう人もおれば、これはもう人それぞれなので、あの、これはもうどんどん探求していくしかない。 ただ、まあ、今、今回のこのイーサリアムに関しては、もう基礎バチバチに聞いてくれたから、まあ、イージーにトレードできたよねっていうだけなので、まあ、ここに関しては、あの、自分で線引けた人は、えー、トレードできたんじゃないかなっていうポイントですね。はい。じゃあ、ここから先、えー、どういうふうに見ていくかっていうのは、まあ、僕なりにね、見ていきたいんですが、まあ、ここに関しては、もうね、僕の中ではもう下、今のところも下やなって思ってます。イーサリアムは。上に上がれるとするのであれば、うん。上に上がれるとするのでアリブアー、アリブりーね。 うん、あのガリバーの大冒険記みたいな感じがアリブあのー、ここよ。この逆三算は作ってくると思うねそもそもね。もし上がってくるのでアリブ。で逆三算決まってきたとしたらまあ、一旦抵抗体としては1230からの1280ぐらいかな、うん、この辺りまでが抵抗体になってくるかなというふうに思ってますのでこの辺りはまあ部分離を挟みながら、えー、狙っていきたいと。はい、まあ上がるのであればね。 うん、ただ、もうこれに関しては、もうかなり下の方が強いチャートっていうのが出てしまってるから、やっぱ上値はよも重くなりやすい。うん。なので、基本的に狙っていきたいというか、まあ、あの、今のターゲットで言うのであれば、どこのサポートを見ていくかっていうと、もう僕はここしかないかなと思ってます。1000ドル。 1000ドルトリンドルで。うん。トリンドルレナちゃんが出てきちゃう。こんなところで。うん。1000ドルトリンドル。うん。この辺りが、まあやっぱりトリンドルかなと思ってる。うん。だからこの辺りまで落ちてきてくれたら、ようやくサポート見ていきたいなっていうところ。まあ、例えば下着でドーンと抜けた後に実体で1000ドル固めてくるとかなってくると、この落ちてるナイフは拾いにくいけど、 ここで固まったやったら、えー、次のチャートパターンね、えー、短期足のチャートパターンとかを待って、拾うっていうのは一つありかなというふうに思ってる。はい。これに関しては何でかっていうと、1000ドルっていうところが、まあ、明らかに水平線でも効いてるし、えー、水平線ね。これね、水平線でも効いてるし、えー、チャンネルを今引いたとするのであれば、白のチャンネルが見えてくるんですけど、 このチャンネルの加減というところが交わってくるというところですね。なので水平線プラスチャンネルの加減。まあこれに関してはもう確実にサポートっていうのは見ていかないといけない。自分の、これ僕のマイルールね。はい、というところになってくるので、ここに関してはしっかりと注目していくと。例えばそうなってきたときに、まあ例えば冷やしレベルでここがね、ドーンと先っぽになって、この形から、 えー、冷や足レベルで逆三層作ってくるとかっていうパターンになれば、もう、もう一回ね、えー、上を試せる、試せ、試しにいけるかなと思うしね。うん、このあたりはちょっと注目ですね。はい。そこも終わってきた場合は、もう、あとはね、安値一点しかないんですよ。 安値が1.880。ここ終わってくるんやったら僕の中では、えー、ビットコインと同じじゃないけど、や、なんやけど、冷やしレベルで見た時の安値の切り下げラインですね。まあ僕はずっとウェッジって言ってたところの加減。で、550ドル。えー、じゃ550ドルじゃない、じゃないな、えー。違う違う。そうじゃ、そうじゃない。540ぐらいかな。うん、このあたり。まああんま、あの、やけどね、ここまで来たら。まあ500ドル付近までの下落っていうのを想定しておかないといけないというところですね。はい、このあたりを、えー、参考にしながら皆さんのシナリオ作りにお役立てください。 はい。はい。僕の中でも最終、えー、終着点、えー、であり、最高到達点であり、太陽光発電なり、ね、えー、は、えー、今のところ1000ドルですというところですね。イーサレムに関してはね。はい。よいしょ。以上です。では、えー、最後、リップルちゃんいきましょう。リップルはね、もう一言で言います。わかりません。はい。もう探しました。うん。見つかりませんでした。 うん、もう、島田の新助さんも見つかりませんでしたって言ってまうぐらい、わかりません。はい。あ<笑><笑>ただ、もうね、下はね、あの、明らかに強くはなってんすよ。例えばやけど、ちょっと形ね、あの、右側の頭がでかすぎるんで、あの、あまり気持ちいい形じゃないものの、ダブルトップっていう形で考えたとしたら、ネックライン割ってるんですよね、今ね、現状ね。 なんで、もうこうなってくると、もうね、みんなが待ってる、もうあのラインしか見えてこないんですよ。結局ね。もうみんなもうく、頭の中でもうま、音楽鳴ってもうてるやん。もうやってもうてるやん、もうみんな。もうもう手回し、もうちょっとこう、あら動画見ながらちょっと手回し出してるやん、もう。もうあのラインしかないのよ。だからここを見ていくって感じね。うん。もうみんなもう聞きたいやろちょっと言うけどな。もう話やで、これもういい、もういいに来させてるから、これに関しては。もうさささされてる。 うこれに関してはもう、リップルさんに噂さ,さされてるから、もうこれも仕方ない言わざるを得ないんやけど、まあここですね。あの、次来るサポートラインとして見ていけるのが、まあ高値の切り上げラインと交わってくるポイント、ここにありますよね。え、だいたい0.3333、333、3 33 3, 33 3, 33 3朝日さん、それみんな喜ぶ力こぶ、それですね。はい、3333、朝日さんラインですよ。はい。うん、3ラインっていうね、あの、釣りの、あの、釣り糸出してるところもありますけど、違いますよ。はい、3ラインっていうところじゃなくて。 はい、朝日さんですね、はい、あのソーラーパネルの会社なんかなちょっとよく分からへんけどそろそろちょっと俺に、あのー、CM 持ってこいよって話なんですけども「さん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 朝日さん」って最近言ってんの俺ぐらいやぞっていうね今ちょっと会社があるのかちょっと調べてないけど <laughs>、はい、昭和の頃はずっと流れてましたねあの船に乗ってる人たちがもうムキムキの人たちがね、うん、なんかあとなんかねあの筋肉ムきマッスルな人たちがね「さん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 朝日さんソウル」言うてねあのソーラーのところあ,のあれで、ね、ソーラーパネルのソウル られたね、うんそんな感じでやってましたけどまあそこしかないかなというふうに思ってますはいただまあえのねこれね難しいのよねこの4時間し今の4時間しが要線とかになってくるといやいや私実態では守ってますよっていうねあのよくあるパターンですようんあのドッジボールでいうところのね顔面セーフからの空中はあのライン越えてることになれへんないみたいなジャンプしてあのボール投げたら空中セーフですよみたいなやつならあの空中セーフ 的な感じになる可能性あるから、まあ、ここはちょっと注意なんやけど、まあ、実際、まあ、完全に実態で割われてるから、このまま書くるんやったら0.33まではもうほぼ書くかなと僕は思ってます。うん。 で、見て、もうそこまで来ないと見れ、見れないという感じ、逆にね。うん。で、ここで一旦、要はダブルトップ肯定した上で、ダブルトップ否定してくるのであれば、ここはブレイク狙って、多少の上を狙えるかなと思うんだけど、もうそれでもほんまにビビたるもん、ん0.38ぐらいから、えー、0.4までかな。このあたりまでが狙えるかなとっていう感じになってくる。そうなってくると、結局、トリプルトップみたいな形を作ってくると思うので、うん、結果的にまた下を、えー、見ざるを得なくなるようなチャートパターンが出てくるかなと思うんだけど、まあ、短期で狙っていくんやったら、その辺か かなと思いいますはい、ただ基本的にはもう0.3333朝3ライン、えー、みんな喜ぶ力こぶそらですねうーんこの辺りを見ていくしかないのかなっていうところもうそこも割ってくれたらもう0.3わりますうん0.28次がねはい0.28次まあこれはまあそのたりになったらまた説明するけどもはい これ、この3、1、2、3、4、4点聞いてる、4点どころじゃないが聞いてるトレンドラインの裏立ちですね。この0.28、このあたりは絶対注目ですね。はい。で、その後はもう最終ですよ。えー、最終終着点からの最高到達点が0.18ですね。はい。もうみんなこの時になったら、もうリップルはもう悪口の嵐になるでしょうね。リップラーたちからね。はい。まあそんなところになるかなと思います。まあ逆に言うと、そこまで来ないと、会話は訪れないかもしれない。うんですね。 まあ、そのあたりまで、えー、白紙とくといいんじゃないかなというところでございました。以上でございます。月曜日から最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。本日も月曜日から、じゃんじゃんバリバリ、じゃんじゃんバリバリ、えー、お時間が許すま、許し、許します限り、えー、最後までお出しくださいませ。お出しくださいませ。えー、以上でございます。はい。ということでですね、えー、本日も、えー、最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。えー、今日の動画は、参考になったな、めになったな、特に面白かったななんて思っていただいた、そこの画面の前のあなた、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 ああぜひ チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタン。あとはベルマーク通知をオンにしてチャンネル、そして動画の応援をぜひぜひよろしくお願いいたします。や、ということと。あとですね、冒頭にも言いましたが、12月1日、私の誕生日生誕祭でございます。え、22時からライブ配信を行いますので、え、生誕祭ライブ配信、皆さん予定を分けておいて、ぜひぜひ遊びに来てくださいよということで。また、明日の、動画でお会いいたしましょうバイバイ 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー